ルフィ君たちが歩んだ冒険の軌跡だ。よし、やるか。エネルを倒し、空島を後にした麦わらの一味は、傷ついたメリー号を修繕すべく船大工を求めて海を進む。その航海の途上、とある島で一味は意外な人物と遭遇した。その人物とは。あららら、こりゃいい女になったな、ニコ・ロビン。ロビン、どうした？知ってんのか、こいつのこと。海兵よ、海軍本部大将青木氏。大将って、どんだけ偉いやつだよ。俺がここへ来たのは、ニコ・ロビンとモンキー・ディ・ルフィ、お前を一目見るためだったが、やっぱお前ら今しんどくか。いい仲間に出会ったな。しかしお前はお前だ、ニコ・ロビン。違う、私はもう。これだけは言っとくぞ、お前たちはこの先ニコ・ロビンを必ず持て余す。ニコ・ロビンという女の生まれついた星の凶暴性をお前たちは背負いきれなくなる。ここでお前たちの命を絶つのは造作もねえが、クロコダイルの剣で借りがある。じゃあな。海軍大将青木氏が立ち去り、難を逃れた麦わらの一味は、次にログポースが指し示す島、水の都ウォーターセブンに入った。過酷な航海で疲弊しているメリー号の修理を依頼するため、ルフィたちは島の市長アイスバーグが社長を務める造船会社ガレーラカンパニーを訪ねる。しかしルッチラガレーラカンパニーの職長たちの査定の結果、メリー号は致命的な損傷を受けていることが判明。もはや修理は不可能だと告げられてしまう。その間ロビンは何者かと接触して姿を消してしまう。ロビンの行方が分からず一味が動揺する中、ウソップは解体やフランキー一家に船の修理に充てるはずの大金を奪われるトラブルに見舞われていた。ウソップを傷つけたフランキー一家に激怒したルフィは、そのアジトを潰し、その後で一つの決断を口にする。ゴーイングメリー号は苦楽を共にした大切な仲間だが、この町で別れようと。船はよ、乗り換えることにしたんだ。ゴーイングメリー号には世話になったけど、この船での航海はここまでだ。待てよ、そんなお前、修理代足りなくなったのか。違うよ、そうじゃねえ。じゃなんだよ、なんで乗り換えるなんてくだらねえこと言うんだ。メリー号はもう直せねえんだよ。どうしても治らねえんだ。じゃなきゃこんな話はしねえ。
お前、一流と言われる船大工たちがもうダメだと言っただけで、今までずっと一緒に海を旅してきた大事な仲間を、お前はこんなところで見殺しにする気か！じゃあお前に判断できんのかよ。お前は船大工じゃねえだろ。これは俺が決めたことだ。今さらお前が何て言ったって意見は変えねえ。いいかルフィ、誰でもおめえみてえに前ばっかり向いて生きていけるわけじゃねえ。俺は傷ついた仲間を置き去りにこの先の海へなんて進めねえ。いい加減にしろ。お前、お前だけが辛いなんて思うなよ。だったら乗り換えるなんて答えが出るはずがねえ。じゃあいいさ、そんなに俺のやり方が気に入らねえんなら今すぐこの船から。うわっ、バカ野郎だ。ルフィてめえ、今何言おうとしたんだ。滅多なこと口にするもんじゃねえぞ。いや、いいんだルフィ、それがお前の本心だろ。なんだと。使えねえ仲間は次々に切り捨てて進めばいい。この船に見切りをつけるんなら俺にもそうしろよ。意見が食い違ってまで一緒に旅をすることねえよ。俺はこの一味をやめる。俺と戦え。俺が勝ったらメリーゴーはもらっていく。モンキー D ルフィ、俺と決闘しろ。どんな目にあっても後悔するな。お前が望んだ決闘だ。当たり前だ。殺す気で来いよ。返り討ちにしてやる。俺には8000人の部下がいる。命が惜しけりゃ今すぐ降参しろ。お前にそんな部下はいねえことぐらい知ってる。お前を倒してメリーゴーはもらっていく。どんな手を使ってもらう。やってみろ。衝撃！
バカ野郎、お前が俺に勝てるわけねえだろうが。メリーゴはお前の好きにしろよ。新しい船を手に入れて、この先の海へ俺たちは進む。じゃあな、ウソップ。今まで楽しかった。重い。それがキャプテンだろう。迷うな。お前がフラフラしてやがったら、俺たちは誰を信じりゃいいんだよ。船を明け渡そう。俺たちはもうこの船には戻れねえから。しんみりしてても始まらねえ。とにかく今はロビンちゃんを探そう。聞いたか？昨夜の造船所の事件。アイスバーグさんが海賊に襲われたってよ。ルフィ、造船所に様子を見に行きましょう。
の一味め、覚悟しろ。さっさと片付けねえ。まだ増えそうだな。シュッソンソン。悪化する一方だな。俺の名を今呼んだのか？恥ずかしがらずに聞いてみな、俺の名を。ん？俺はこの島一のスーパーな男、ウォーターセブンの裏の顔。そうだ、俺は人呼んで、フランキー。なんだあの変態。出てこい麦わら。俺の可愛い子分たちをよくも。おい海水パンツ、俺がルフィだ。フランキーが暴れたぞ。おめえかルフィってな、人の留守中にえらく大暴れしてくれたじゃないの。お前がフランキーか。俺はお前をぶっ飛ばさねえと気が済まねえ。悪魔の実なんざ食っちゃいねえ。俺は
サイボーグだ。ああ、かかってきやがれ。てめえの攻撃なんだ、引きゃあしねえ。トップを襲ったお前は許せねえけど、今はロビンのことで忙しいんだよ。めんどくせえ、地にまとめて飛ばしてやろうじゃないの。現れるじゃねえか。
ってろ。そっそん。よっ。ゴモモ。わかったぞ。ロビンはあそこだ。来たかニコロビン。ずっとお前に会いたかった。お前が世界を滅ぼす前に、今世界中でポーネグリフを解読できるのはお前一人。世界で唯一古代兵器を復活させれる存在がお前だ。なぜあなたがポーネグリフの存在を、それ兵器のことまで。俺は古代兵器プルトンの設計図を持っている。そんなことも知らずに奴らに協力しているとは呆れたな。あなた私の何を知っているの。世界政府の手で私の人生がどれほど狂わされたか。それほど嫌う政府に、じゃあなぜ加担する。全てを捨てても叶えたい願いがあるからよ。願い。お前の願いってのは。私を除く麦わらの一味の6人無事にこの島を出航すること。そのためなら兵器も呼び起こし、世界がどうなろうと構わねえってのか。構わない。襲撃だ。麦わらの一味がアイスバーグさんを狙ってきたぞ。逃げ回ってても仕方ねえ。俺は正面から突っ込んでロビンを探す。他に入れる場所がないか探してみる。なら俺たちはここで暴れて敵の目を引きつけとく。よっ。
いいところに現れるじゃねえか。誰も助けに来ないってどういうことよ。麦わらの仲間がいるぞ。守りの人数を増やせ。見苦しくあがいてみようじゃねえか。裏からも敵襲だ。あっちにも人数を回してくれ。よし、行くぞ野郎ども。誰かいるのか。毛立ちすまねえな。よっ、行くぞ。古代兵器プルトンの設計図、そのありか、多くの犠牲が出る前にお話しください。
アイスバーグさん。な、お前ら政府の人間だったのか。そう、我々はサイファーポールナンバーナイン、潜伏など造作もない任務。しかしこの件に費やす時間も制限時間を迎えました。話を続けましょう。設計図の在りかについて、実は我々には一つの仮説があります。思慮深いあなたは自分が殺される可能性を考えて、設計図が所有者を失わないよう誰かに託した可能性が高い。ここで興味深い事実がある。かつてこの島にはトムという名の伝説の船大工がいて、弟子を二人取っていた。兄弟子はあなたで、弟弟子はカティ・フラムという男だ。しかしその男はすでに事故で死んでいるはずだった。だが弟弟子は生きていた。フランキーと名を変えて。設計図を託した相手が唯一の弟弟子なら我々も納得できる。あくまで仮説だったが、あなたのその反応がそれを的中だと告げた。私は先に行ってるわ。おい待て、行くなよロビン。吠えやしない、諦めろ。お前邪魔するな。まだまだ。この屋敷は海賊の手により消失する。行くぞ。お前たちも逃げた方がいい。逃げられればな。ニコロビンとは二度と会うことはない。我々ももう一人の重要人物を探さねば。お前ら何なんだよ。我々は世界政府直属の暗躍機関サイファーポールナンバーナイン。非協力的な市民への殺しを許可されている。こいつら早え。空まで飛べんのか。それになんでこんなに体が硬えんだ。鍛え上げた我らの肉体は別の広角にまで高度を高められる。全力で瞬時に型をつけてやる。済んだか。そこそこの力はあるようだが、所詮我々の敵ではない。我々 CP9 は物心ついた時より政府のために命を使う覚悟と人体の限界を超えるための訓練を受けてきた。そして得た力が6つの超人的大義六式。あまり調子に乗らんことだ。世界政府の重要任務を任される我々と、たかだか一海賊団のお前たちとの桁違いの戦闘力の差はこんなものではない。せっかくだ、最後に面白いものを見せようか。ネコネコの実モデルレオパルド。小人間か。違う。島の外まで飛べ。
やったな。ぼちぼち時間だ。
ロビンとフランキーは世界政府直下の秘密諜報機関サイファーポールナンバーナインに連行された。世界政府がその復活を目論む古代兵器プルトンに関する情報を2人が所持していたためである。一味の元を自ら離れたロビンの真意が世界政府という強大な組織から仲間を守るためだったと知ったルフィたちは、ロビン奪還を誓い、同じくフランキー奪還を望むフランキー一家と共に四方の島エニエスロビーを目指した。その途上、ソゲキングと名乗る謎のヒーローも一味に合流し、共にエニエスロビーに乗り込む。すでにロビンは CP9 司令長官スパンダムに身柄を引き渡されていた。二人が大監獄へと続く航路の入り口、正義の門をくぐってしまえば、もはや救出する機会はなくなってしまう。仲間たちが海兵1万を相手に奮闘する中、ルフィはロビンが囚われている四方の塔の手前までたどり着く。しかしそこには CP9 の一人、ブルーノが待ち構えていた。ダメだ。この先の海に、またこんなに強い奴が現れるんなら、俺はもっと強くならなくちゃ。仲間を守れねえ。では、どうする？力いっぱい戦う方法を考えた。誰も失わねえように。誰も遠くへ行かねえように。お前はもう、俺についてこれねえぞ。何？俺の技はみんな一段階進化する。いや、セカンド！ゴムゴムのジェットピストル！うお！ゴムゴムのでっかいゴージェットバズーカー！頑丈なやつだな。ほんじゃ、もっと面白いもん見せてやるよ。見てろ。帰って。私はもう死にたいのよ。ガーこのタコ海賊団、お前らが生きがったところで結局何も変わらねえと思い知れ。 CP9 の強さしかり、正義の門の重みしかり、何より今の俺にはバスターコールをかける権限がある。やめなさい。それを押せば何が起こるか分かってるの？生意気な口を聞くじゃねえか。20年前、オハラの考古学者たちがポーネグリフの研究を進めていることを察知した世界政府は CP9 を派遣した。当時の CP9 は考古学者たちを捕らえただけでは満足せず、愚かにもバスターコールを発動した。結果、考古学と無関係の人々まで巻き込んで、島の存在そのものが跡形もなく消し飛んだ。私から全てを奪い、大勢の人たちの人生を狂わせたたった一度の攻撃がバスターコール。その攻撃がやっと出会えた気を許せる仲間たちに向けられた。私があなたたちと一緒にいたいと望めば望むほど、私の運命があなたたちに牙を向く。私の敵は世界とその闇だから。あのバッジを見ろ、海賊ども。あのマークは4つの海とグランドラインにある170国以上の加盟国の結束を示すもの。これが世界だ。盾つくにはお前らがどれほどちっぽけな存在だか分かったか？ロビンの敵はよく分かった。ソゲキング、ん？あの旗
撃ち抜け。了解。まさか必殺ファイアーバードスター。やりやがった。海賊たちが世界政府に宣戦布告しやがった。正気か貴様ら、全世界を敵に回して生きてられると思うなよ。望むところだ。ロビン、まだお前の口から聞いてねえ。行きたいと言え。ロビン、ロビン。望んではいけないことだと思ってた。誰もそれを許してはくれなかった。もし本当に少しだけ望みを言っていいのなら、私は生きたい。私も一緒に海へ連れてって。行くぞ、必ず助ける。ニコ・ロビンを海軍本部へ連行する。作戦の準備を急げ。おい、奥の塔へ続く道がねえぞ。左右の塔で跳ね橋を制御できるらしい。まずは左右の塔を落とすのだ。巨人族、私が相手になろう。
羽橋は降りねえらしいな。あいつら、もう近くまで来てやがる。下がってる場合じゃねえ。カピフラも取り押さえろ。やつを絶対に逃がすんじゃねえ。やべえ、羽橋が折れるぞ。来やがった。予定より早いが、正義の門へ向かうぞ。準備しろ。信じよう。必ずみんなが来てくれる。弾丸を跳ね返しただと？丈夫なのよ、鉄だから。ロビンを助けたきゃ、まず俺に手貸せ。奴らの行き先は分かってる。ここが片付いたら俺が先導してやる。ニコ・ロビンの行き先は正義の門だ。連行するぞ。あの女を連れてこい。あの門を通過するまでがリミット。カメライの橋の支柱で迎え撃つぞ。無駄じゃ。カメライの橋へ通じる扉の鍵はわしらが持っとるからの。すまない、助かった。やっぱり俺には命がありゃいい。誰にでもできることとできねえことがある。最悪の事態には必ず相応のチャンスが眠ってるもんだ。
にできねえことは俺がやる。俺にできねえことをお前がやれ。よく考えろ。状況を読め。お前がいればロビンちゃんは必ず救えるんだ、ウソップ。俺が？そうか、わかった、わかったぞ。俺にしかできねえこと。この感覚を前に。安心しろ。見た目と違っていたぶる趣味はねえからよ。瞬殺で。敵の進路を封鎖できねえか、試してみろ。三刀流奥義さ、世界なんなんだよてめえは。あの素中水バカ女への同情か。口に気をつけろ。三刀流奥義、この怒りでヒートアップする口だ。オオカミの寝床に迷い込むとはバカな子羊どもだ。くそ、俺は作られてきやがった。俺はちょっとら休日に行ってくるぜ。チクシュボメ。ここの装置を蹴り壊しゃ通路の扉を閉じられるはずだな。この感覚を待って。狙い撃てそうだな。三刀流奥義。負けられるか、バカ野郎。俺のこの一丁羅にかけて。人間か、嬉しいじゃないの。
しろ。この感覚を待つ。長官はニコロビンを連れて先を追い急ぎに、私はここで海賊を始末しておきます。大兵、お前らも守りを固めておけ。海賊どもを俺に寄せつけるんじゃねえ。丈夫な男じゃ、呆れたもんじゃわい。鍛えてやんだよ、キリンじゃ。キリンじゃ？わしはキリンじゃ。わしをバカにしとるとただじゃすまんぞ。高えとこから物言いやがって。てめえ、自分が倒れる姿すら想像もしてねえタイプだな。図が高え。貴様もじゃ。この縄張りはわしが守る。海賊が来ちまうじゃねえか。
その電電虫はバスターコール用の、なんてバカなことを。うっかりした。バスターコールをかけちまった。よく来た。あ、ハトのやつ。ロビンはどこだ。この扉の向こうだ。通すわけにはいかんと、それくらい言わせろ。扉の奥にロビンがいるんだろう。いるだけだ。会えやしない。もう二度とな。ここまでたどり着いたことは褒めてやる。だがこの先に行くことはできん。止まるな。この感覚で犯罪をな。正義の門はもうすぐそこだ。この島の形が滅んでも、あの女は俺が地の果てまで追って消し去る。闇の正義の名のもとに三刀流奥義三千世界。生意気な。ロビンを逃がすために俺たちは来たんだ。ロビンを行かせてたまるか。鬼すぎ。その程度。三刀流奥義三千世界。そ
たのか。ここが地獄じゃあるめし。お前が死にそうな顔すんだよ。仲間のことは心配するな。一人残らず同じ地獄へ送ってやる。東流王義さん、世界おお、やべえ、向こうからも撃ってきやがった。おにぎてめえてめえ見せてやる、六式のすべてを極限まで高めた者の最強の大義。三刀流奥義三世界。正義の門はくぐらせねえ。三刀流奥義三世界。竜巻。くそ、これじゃ狙いが定まらねえ。竜巻。俺に任せろ。
地方の島エニエスロビー、その全てを破壊せよ。なんてイカれた光景だ。震えが止まらない。おい見たか、これが俺が発動したバスターコールの力、これが正義だ。クソ、横からの脱出手段がねえ。どうすればいいんだ。何か聞こえる。誰だこの声、一体。わからねえが、ここにいてもやられるだけだ。とにかく声のする方へ向け。この感覚を待つ。目的地が決まったんなら最短距離で行くぞ。フードファン。どうしろってんだ。クソッ、ひでえんだ。これが世界政府のやることかよ。彼らは感情もなく地図から島を消すだけ。それがバスターゴール。ここまでだ。あの女ごと吹き飛ばせと大将青木地から言われている。大将青木地より、よし狙え。全艦攻撃開始。大急ぎだ。逃げすけ。死に。悪い、助かった。この声誰？なんだこりゃ。下を見ろって。海へ飛べ。海へ。ロビン、ロビンを海へ落とせるか。任せて。
海へ！海へ！海へ！ベリーゴーに乗り込め！メリー！迎えに来たよ。アイスのおっさん。とんでもねえ奴らだ。世界政府相手に本当に何もかも奪い返してきやがった。うわっ、おい、なんだ、どうしたんだ急に。メリーはもう二度と走れねえと断定されてた船だ。忘れたわけじゃねえだろう。おっさん、やべえ、メリーがやべえよ。なんとかしてくれ。一緒に旅してきた仲間なんだよ。さっきもこいつに救われたばっかりだ。だったらもう眠らせてやれ。俺は今奇跡を見てる。もう限界なんか遠に超えてる船の奇跡を。長年船大工をやってるが、俺はこんなにすごい海賊船を見たことがない。見事な生き様だった。わかった。じゃあいいか、みんな。メリー、海底は暗くて寂しいからな。俺たちが見届ける。ウソップはいなくてよかったかもな。あいつがこんなの耐えられるわけがね。どう思う？そんなことないさ。決別の時は来る。男の別れだ。涙の一つもあってはいけない。彼にも覚悟はできてる。長い間俺たちを乗せてくれてありがとう、メリーゴー。行くぞ、グランドライン。すげえ、船が空を飛んだ。ごめんね。もっとみんなを遠くまで運んであげたかった。ごめんね。ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。ごめんつうなら俺たちの方だぞ、メリー。俺火事下手だからよ。お前を氷山にぶつけたりよ。ホモ破ったことあるしよ。ゾロもサンジもアホだからいろんなもん壊すしよ。そのたんびウソップが直すんだけど下手くそでよ。ごめんつうなら。だけど僕は幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。僕は本当に幸せだった。メリー！やるな！
ルフィ君たちが歩んだ。冒険。